どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、あれ、美咲さん、はい、どうも。今日は美咲の部屋は敏感肌さん向けの美咲直伝洗顔方法をやっちゃいます。はい、これをやろうとしたきっかけなんですけど、私自身がコロナの自粛期間でマスク生活がスタートしてから結構肌が荒れることがすごい増えて、自分なりにすごい研究して勉強してちょっと改善できた方法を皆さんに伝授できたらなと思いますので、やっていきたいと思います。まずは泡立てからです。泡立てネットを使ってやっていくんですけど、普通の人だと結構水気をしっかり取って洗顔をつけてこう泡立てていくんですけど、結構皆さん濃密な泡を意識しすぎてこう固めな泡を作りがちな人が多いんじゃないかなと思います。なのでこれを濃密な泡すぎると刺激が残りすぎて洗顔の洗浄量が残っちゃうので、結構しっかり水気を足して硬さを手から落ちそうで落ちないくらいの泡を作っていくのがちょうどいい泡です。こんな感じでちょっと落ちそうで落ちない、この柔らかさを意識して泡立ててあげてください。次に洗い方です。今ちょっと軽く濡らしてきました。泡を、普通の洗顔の仕方は泡を肌に何箇所かにのせて、泡を肌の上を転がすようにこう洗っていくと思うんですけど、敏感肌さんの場合は余計な動きはしません。泡を肌に押し当てるような感じで洗っていきます。こうすることによって一切指は肌に当たることがないので摩擦の軽減にもなりますし、実際これで汚れが取れるのかっていう気持ちもあるかと思うんですけど、この泡が上下に動く動きで汚れを浮かせて汚れを流してくれるので問題ありません。こんな感じで洗っていきます。この方法はマスエクさんにもすごいおすすめで、目の上を洗う時もこう押し当てて洗っていくので、マスエクのヨレの防止にも最適なので、ぜひやってみてください。泡をのせてからだいたい1分以内ですすぎに入っていきます。すすぐときは顔にバシャバシャ当てていくんじゃなくて、当てて肌を触るような感じで流していきます。この時にしっかりと泡を流していくんですけど、だいたい1箇所に30回くらいお湯を当てれるときれいに流れていると言われているので、しっかりすすぎはしていきましょう。このようにフェイスラインに残ったりとかした泡をタオルでこう拭いちゃえって拭いちゃう人が結構いたりとかするんですけど、これは絶対やめてください。これをタオルで拭いてしまうことによって成分は肌に残ったままの状態になってしまうので、肌荒れの原因になってしまうので、しっかりともう一度流して綺麗にしていきましょう。はい、こんな感じで一通り流れが終わったんですけど、シャワーの時とかお風呂の時に洗顔をする場合もあるんですけど、シャワーを直接当てる方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、毛穴の開きの原因になってしまったりとかするので、なるべく手を使ってすすぎをしてあげてください。
この後スキンケアに入っていくんですけど、スキンケア方法はまた後日やっていきたいと思います。今日の洗顔のポイントは1、適切な水分量と濃密な泡。2、余計な動きはせず泡を押し当てるように洗う。3、肌が傷つかないように泡を乗せてから1分以内ですすぎに入る。4、泡の流し残しがないように30回以上はすすぎましょう。5、フェイスラインや生え際の流し残しは肌荒れの原因になるので、タオルで拭き取らずにもう一度流しましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伝えられたかなと思います。はい、はい、一応これは、私の方法、あくまでも私の方法なので、一応いろいろ研究してはやったんですけど、これで私は改善できたので皆さんにも参考になればなと思います。はい、はい、僕もやってみます。はい、はいはい、じゃあこの動画が良かったら、いいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、また次回ね、スキンケア方法、だったりとかをやっていくって感じで、いろいろやっていきたいと思います。はい、よかったら皆さん参考にしてみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さんバイバイ。バイバイ。